子供の頃森で弱っているカナブンを拾って帰ってカブトムシのゼリーで看病してやった。2日ぐらいして栄養のある食事をしたせいかカナブンは元気になった。そのまま飼おうと思っていたが、親から気持ち悪いから捨ててきなさいと言われ、泣く泣く元の森に話した。これが27年前の話。今年の春に趣味で園芸をやっているので堆肥作りのために落ち葉を拾いに森に行った。その時特に何もしていないのにスズメバチに追いかけ回された。刺されると思った瞬間スズメバチに突進する影が、カナブンだった。さすがにあの時のカナブンだとは思わないが、俺と別れた後幸せに結婚し子供や孫に恵まれ、俺との出会いを一家団らんの時に話してくれていたんだと思う。そうやって育ったカナブンが俺を助けてくれたんだと信じている。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。